はい、それでは追加で動画作りますけども、サビのほんのちょっと前、ってあるじゃないですか。それを入れたい場合なんですけども、そこはワウを使うんですけども、自分はこのエクスプレッションペダルを使っています。ケンパーにつないでね。バイパスストップっていうのにしとくと、動かした時だけワウが、オンになるということになるんですけどもね。で、また、止めた時だけ、ワウがオフになるという。こういう便利な機能があるんですね。普通のワウを使うと、こう一回踏み込んでっていう動作があるんですけども、エクスプレッションペダルでこの、バイパスストップ機能を使うとですね、こういう便利なことができるんですね。自分はこういうやり方をして、カバーしていました。それでですね、アームを使って下げてあげて、下げてあげて、上げてっていうか、もう力を抜く。ブリングを入れるのか、半音チョーキングなのかわかんないですけど、これをワウを動かしながら、多分俺はプリングだと思うんですよね。みたいにこう盛り上げる感じだと思うんですよね。ちょっと不確かなので、ざっくりとやりましたけども。ぜひこのフレーズの方を弾きたいという方はですね、参考にしていただけたらなと思います。それでは簡単な説明でした。どうもサクでした。